アイテム番号 SCP-773JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-773JP はサイト8154の地下にある特設書庫に保管されます。実験を行う場合はセキュリティクリアランスレベル3以上の職員3名の許可を得た上で、D クラス職員を用いて行ってください。SCP-773JP-A となった人物は一般的な人形収容セルに収容し、通常の人間と同様に食事を与えてください。SCP-773JP-A は収容セル内でのみ自由な行動が許可されています。SCP-773JP-A に対しては主に英語圏の一般人を対象に設定された通常の日本語教育を施してください。SCP-773JP 及び SCP-773JP-A は機動部隊 S-2 検閲者が対応と収容に当たります。機動部隊 S-2 検閲者は十分な英語力を持つと認められた職員で構成されます。SCP-773JP の回収時にはカバーストーリー、落聴本の回収を適用してください。説明、SCP-773JP は赤色を基調とした表紙にゴシック体で、基礎から始める英語問題集勉強が苦手でも、英語にだけは強くなれる、と記された書籍です。高校生及び浪人生を対象とした内容であることが分かっており、SCP-773JP とは別に回答、SCP-773JP-1 と指定、とリスニング問題用 CD、SCP-773JP-2 が付随しています。SCP-773JP 及び12について外見や内容の異常はなく、一般的な方法で問題なく処分することが可能です。SCP-773JP に掲載されている問題について明確に思考を始めると、思考している人物、SCP-773JP-A と指定は、外部からの干渉に全く反応せず思考と回答を続けるようになります。この際、回答の内容や回答にかかる時間は SCP-773JP-A が有している知識量によって変化します。SCP-773JP-A が掲載されている問題をすべて解き終えると、SCP-773JP-1 を用いて採点を始めます。間違った回答があった場合は SCP-773JP-A は間違えた問題をすべて集約しもう一度回答を始めます。この時、SCP-773JP-A は SCP-773JP-1 を視認したにもかかわらず間違えた問題の答えを記憶していません。SCP-773JP-A は問題を解く上でのアドバイス等には正常な反応を見せますが、プロセスに無関係な行動を取ったり物品を提示するなどした場合 SCP-773JP-A はそれに対して全く反応を見せず、プロセスを妨害しようとした場合は激しい抵抗を見せます。なお、アドバイス等をした人物が SCP-773JP-A となることはありません。一連のプロセスは、SCP-773JP に掲載されている問題に全て正しい回答をすることでのみ終了します。プロセスの終了後、SCP-773JP-A は日本語を理解することが不可能となり、英語のみを理解するようになります。この認識改変は記憶処理を用いても消去することができませんが、日本語に関する再教育を施すことによってある程度の日本語を習得し直すことが可能です。SCP-773JP の版元は、出版社となっています。公式サイトが存在していますが、同名の企業は存在しないことが明らかとなっています。また、SCP-773JP はすでに大量の在庫が出版されたと見られており、全個体の完全な収容には至っていません。201年月、日の一般市民からの通報による発見から現在に至るまで、確保された SCP-773JP は、札であり、札がサンプルとして保管されています。実験記録 773JP-1、日付2000年、月、日。対象 D、773JP-1。実施方法リスニング問題を解くためのラジカセ、は A 時点。
英和辞典と文法書等を用意した一般的な個室で SCP-773-JP に掲載されている問題の回答を行わせる。付記事前の試験で、D-773-JP-1 は高校英語について十分知識を有していることがわかっている。結果 D-773-JP-1 は15時間かけすべての問題に正しい回答を行った。その後、D-773-JP-1 は問題なく日本語を理解することができなくなった。分析 D-773-JP-1 は英語が得意であるようですが、それでも15時間かかるほどには問題は多かったです。また、本当に回答しかしなくなるようですね。職員が提供した食事や水分にも全く反応しませんでした。実験後に与えた食事は通常通り摂食しています。なお、D-773-JP-1 に対しては実験後簡易的な日本語教育が施されています。実験記録 773-JP-2 日付2000年月日対象 D-773-JP-2 実施方法リスニング問題を解くためのラジカセと高校英語教員の免許を持つ職員を配置した一般的な個室で SCP-773-JP に掲載されている問題の回答を行わせる。付記事前の試験で D-773-JP には英語に関して中学1年生相当の知識を有していることがわかっている。結果 D-773-JP には職員のアドバイスを受けながら21時間かけすべての問題に正しい回答を行った。その後、D-773-JP には問題なく日本語を理解することができなくなった。分析職員がアドバイスに没頭することはなく、与えられた食事なども通常通り摂食しましたが、D-773-JP には食事や水に全く反応しませんでした。担当職員が摂食させようとしましたが、D-773-JP にはそれを全く無視し続けていました。また目覚まし時計を鳴らす、大音量で音楽を流す、目の前でゲームをプレイする、等の極端な行動にも全く反応せず、実験後には通常通り食事をとっています。D-773-JP についても実験後簡易的な日本語教育が施されました。実験記録 773-JP-3 日付2000年月日対象 D-773-JP-3 実施方法リスニング問題を解くためのラジカセと高校英語教員の免許を持つ職員を配置した一般的な個室で SCP-773-JP に掲載されている問題の回答を行わせる。付記 D-773-JP-3 はイギリス人であり、日本語もある程度読み書きすることが可能。読めない部分は職員が通訳を行っている。結果 D-773-JP-3 は職員のアドバイスを受けながら18時間かけすべての問題に正しい回答を行った。その後、D-773-JP-3 は日本語を含めた英語以外の言語を理解することができなくなった。分析英語を母語とする人物が使用しても、現れる結果は同じであるようです。またこの実験において特筆すべきなのは、アドバイスを担当する職員が SCP-773-JP-1 をもとに D-773-JP-3 に問題の答えだけを教え続けるといった行動をとっても D-773-JP-3 がそれを無視し続けたことにあります。明確な基準は不明ですが、ちゃんとした勉強以外のことには興味を示さなくなってしまうようです。実験記録 773-JP-4 日付2000年月日対象 D-773-JP-4 実施方法リスニング問題を解くためのラジカセを用意した一般的な個室で SCP-773-JP に掲載されている問題の回答を行わせる。回答のサポートとなるものは用意しない。付記事前の試験で D-773-JP-4 は英語についてあまり知識を有していないことがわかっている。結果 D-773-JP-4 はプロセスを終えないまま74時間経過した後に突然意識を喪失したため実験中止。その後職員による救出活動が行われ生還したが、療養施設を脱走し SCP-773-JP を使おうとする事案が発生したため終了措置が取られた。
分析プロセスの間、D773JP4 は全く眠ることもせず、これまでの実験通り勉強以外の物品や行動に反応を示しませんでした。悪い意味で、本当に回答しかしなくなります。食事を取らせるために数人がかりで拘束すると D773JP4 は激しく抵抗し、3名の職員が骨折などの重傷を負いました。ホイ1201年、月、日に発生した、川の氾濫の際に、異常な行動を取り救出が不可能となった要救助者の事例が報告されていたことが明らかとなりました。これを受け、財団は救助を担当した自衛隊員にインタビューを行いました。以下はその記録です。対象西村、市29歳女性。インタビュアー、研究員。研究員こんにちは、西村さん。西村氏こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いします。研究員ではいくつか質問をさせていただきます。まず救助に失敗した要救助者についてです。西村氏わかりました。要救助者は高校生程度の女性で、問題集を使って勉強をしていましたね。研究員問題集の教科は覚えていますか？西村氏教科ですか？どうだったかな？研究員思い出せませんか？西村氏英語だった、ような気がするんですけど、ごめんなさい、あんまり覚えてないです。研究員なるほど。では要救助者がどのような行動をとったかについて、できるだけ詳しくお願いします。西村氏わかりました。発見当時要救助者の自宅はすでに1階まで浸水しており、要救助者がいる2階はかろうじて無事でしたが危険な状態にありました。家族は全員救助しましたが、彼女だけは2階の部屋で勉強を続けていました。話しかけたりしても全く反応せず、肩を揺すっても無視されるか無理やり振り払われてしまう始末でして、どう考えてもおかしかったんです。研究員続けてください。西村氏水位がどんどん上がってきていることも確認できたので、一刻も早く救助すべく要救助者を運ぼうとしたんですが、ものすごい力で抵抗してきたんです。こういう言い方をすると変なのですが、どこを触っても無理やり振り払われる始末でして。研究員なるほど。最終的にはどうなったのですか？西村氏最終的にはヘリコプターから救助用のロープと器具を垂らしてもらって、それを要救助者に繋いで救助しようという話になったのですが、要救助者に取り付けようとすると、編集済みを用いて無理やりロープを切断し器具を破壊して、その上で再び机に向かい始めたんです。その間にも水位は上がってきて私の腹付近まですでに来ており、家がどんどん流され始めていました。それすらも、要救助者は全く気にしていないような素振りで勉強を続けていました。私はその後も救助を続けようと思ったのですが、ヘリコプターの方から退避命令が出まして、非常に残念でした。研究員それはとても残念でしたね。ところで西村さん、その後に似たような事案があった、もしくはそういった話を聞いたなどはありますか？西村氏そうですね、川の氾濫ではそういった話は聞かなかったのですが、近くの予備校で火事が起きた時に救助に向かった友人が似たようなことを言っていた覚えがあります。研究員、わかりました。これでインタビューを終了します。ご協力ありがとうございました。終了報告書その後、西村氏の証言に該当すると思われる消防隊員の横山氏に対してインタビューが行われ、西村氏が行ったものと似た内容の証言が得られました。西村氏及び横山氏には適切な記憶処理が施されています。ホイ2201年2月、日から、日にかけて、SCP-773JP-A として収容されていた高校3年生及び浪人生と実験に使用した D クラス職員の消失、失踪が相次いで発生しました。財団は機動部隊Sに、検閲者、隊員を含めた大規模な捜索部隊を編成し捜索活動に当たっていますが、現在に至るまで失踪した SCP-773JP-A の発見はできていません。追記同年3月、日に、失踪した SCP-773JP-A の家族が住む家のそれぞれに、ほぼ同じ内容の書類が届いたことが確認されました。内容はすべて英語で記されていたほか、記載されている、という名前は SCP-773JP の編居者として記されている名前と一致していました。
現在この書類は SCP-773-JP-3 として指定され、機動部隊による捜索と回収が続けられています。以下は回収された書類の内容を暗くしたものです。なお、名前以外では証書ごとの記述に違いはありません。様、貴殿が本学に合格したことを証明します。201年3月、日、アメリカ合衆国ジャポネ州、大学学長。なお、大学と似た名前の大学は存在していましたが、実在はしていないことが明らかになっています。